バンドルとは、ある製品に対し別の製品が付属している状態で、販売等をすること。反対はアンバンドル。1969年に、IBM は、大型コンピュータのハードウェア値段から、ソフトウェア値段、システムエンジニアサービス値段、教育サービス値段などをアンバンドルした。それまでは、IBM はこれらすべてを含めた値段にしていた。これ以降、こうした。 様々な分野の会社の活躍が容易になったと言われている。メーカー製パソコンにもともと導入されているソフトウェアなどはプリインストールとも言う。バンドルされるソフトウェアには4通りある。制限されていないものの場合は製品版制限がかかっていたり、そのパソコン用に相性などのチェック、システムのカスタマイズがされているものをバンドル版などと呼ぶ。バンドル版の場合、 製品版へのアップグレードを許しているものも多い。オンラインソフトウェアにはインストール時に他のソフトをインストールするように進めるものがある。これもバンドルソフトウェアだが、その手法は迷惑アプリとみなされることがある。A. アンバンデル。たるいひでと。迷惑アプリのバンドルインストールを防止する。アンチェッキー V1.1。H にも対応。窓の森。 2017年10月26日へ閲覧。ありがとうございます。